こんにちは、速稼塾の久保です。東京オリンピック、私はねやらない方がいいと思いますよ。ね、そう、無理してやることないでしょ、これは。いや、確かにスポーツの祭典としてこのオリンピックに帰ってきたアスリートの皆さんのことは分かりますけども、早速ですね、これね、まあなんて言いますかね、国民への分断作戦が成功してるわけなんですよ。要するに政府に向かうべき不満っていうのをこの選手に向けるように誘導がうまくいき始めてるってことなんですよね。今日はお知らせを2点お伝えしていますけども、1つはそちらの方です。池江選手って方がいらっしゃるんですけども、五輪代表を辞退求める声がツイッターに、ね、寄せられてるってことなんですよ。これ本来でしたらこの池江選手にね、こんな苦しい思いをさせるようにならないように国がやっぱりね全面的に出ていかないといけない。菅総理も記者会見やってますけども、きっちりと答えることによってこういった不満をそらさないといけないんですよ。でもきっちりと答えない、曖昧に答えることによって不満っていうのはこういったこのアスリートに向かっていくわけですよね。せっかくね自分の人生と全てを注いできたこのオリンピックに対して、まあ、自分の人格とかを否定されるようなね、そんなツイッターが出てくるわけなんですよ。これ選手に直接届きますからね。そりゃやる気なくなっちゃいますよ、こんな中でね。国民が苦しんでる中で何がスポーツの祭典だ、何が平和の祭典だ、確かにそういう気持ちは分かりますけども、そういうことをねやっぱり察して、まずは国の方からの、例えば菅総理からのね、発言でこういったことがないように抑えないといけないと。全ての不満とか不公平っていうのは、こういった政府がね官邸が起こしていることだよっていうふうにまず守ってあげないといけないんですよね。まるでね、この官邸としては、あの菅政権としてはやることをやってるんだけども、国民の皆様が守ってくんないからダメなんでしょとか言ったりとかね。それからあの緊急事態宣言の第2回目もすでに終盤で微増傾向にあったのに、緊急事態宣言終わりにしますとか言ってね、ちんぷんかんぷんのことして、で緊急事態宣言終わったんだけども時短営業だけはさせるみたいなね。じゃあ緊急事態宣言って何の掛け声なんですかと、どう違うんですかって、宣言前と宣言後とってことになっちゃいますよね。で今日はもう一個お知らせしたいんですけども、あのアメリカからですね、五輪中止の提言が相次ぐということでございます。あのね、ちょっとねしょうもないなと思うのは、日本のメディア、こんなことね、海外のメディアに日本はもうちょっとこういうふうに声を上げるべきじゃないかっていうふうに言われる前に、当事者たる日本がね、日本のメディアが軽減税率もらってるんでしょうけども、やっぱり本音を書かないといけないですよ。こんな状況でオリンピックとか言ってる場合じゃないでしょうと。少なくとも中止を検討するその選択肢の中に入れておかないと。まるで中止はねもうありえないと、やるか完璧にやるかの2つだみたいなこと言ってますけども、もう完璧に、ね、やることはできませんし、感染症に打ち勝った証としてなんて言ってましたけどね、最近そんなこと言わなくなりましたね。だって全敗ですからね、この1年ね、菅政権ね、負けっぱなしですよ、安倍総理も。で私たちができることといえば、このね、まあ、2つあるんですよね。はっきり言って数字的にはもうね検討に値するようなものではないと、こんなね感染症はほっときゃいいよっていうふうに、いやもう正直に言うことなんですよ、多分一つはね。でもう片方は本当にね心配するふりをしてるんだったら、感染症に対して心配するふりをしてるんだったら、きちんと短期的な強制的なねロックダウンに近い形をして、その間徹底的に保障すると。日本版のロックダウンっていうのは要請じゃないんですよ。皆さんよろしかったら言うことを聞いてくださいねみたいなことではなくって、守った人にはお金を出しますからっていうことをすると、これはね別にね指揮権の発動しなくても、主権の制限しなくても国民は勝手に守ります。じゃあ1ヶ月会社の操業を止めて、そしてですねちゃんと在宅できちんとしてくださった方には従業員さんにも給料補填しますと、会社の方にも粗利保証しますと、1ヶ月間だから何にもしないでください、最低限のエッセンシャルワーカーの方だけはその食料品とかね、その他の最低限必要な需要と供給のバランスを壊さない程度に働いてくださいっていう風な要請をして、その上でそれを守ったら賞金出します、しかも前払いですみたいなことしたら、それはね結果的にロックダウンは成功するんですよ。だって今回守っても守んなくてもいいようなことをやっといてね、守ったらありがとう、守んなかったら罰金みたいなね、こんなアンバランスなことをやってる上に、菅総理も質問にまともに答えない、こんなね半年間送ってるわけなんですよ。全然まともに答えてないですからね、もう何言ってるかわけわかんないんですよ。もう出てくるなって話ですよ、しまいには。もうちょっとわかりやすいね、例えば山本太郎さんとか小川淳也さんみたいに全部回答するみたいな人が記者会見に出てこないとダメですよ。それこそ隠蔽体質なんですよね、結局自民党ってのは。濃すい。
ね、いい加減買収のこともね、そろそろチンコロした方がいいんじゃないですか。あの河合夫妻の、河合克行、河合安里の買収、あの広島の政治ダメになりましたからね。広島の市議とかね、県議とかね、やってる人いますけども、まあ一切信用されてないですよ。で、政治家じゃないですよ、あんな人たちは。単なるね、犯罪者、買収大得意人間の集まり、そういうふうな声も上がってきそうですけどね。いやーね、私もね、買収はダメだろうと思いますよ、さすがに。しかもバレてんのに口をつぐんで知らんぷりね、それから SNS とかメディアに出ずにね、あと人が忘れるの待ってるんですよ。まあそういうことをね、やるためにね、一票を あなたに託したわけじゃないんですよ、ね、もう政治家として恥ずかしい、やめちまえって感じですよ。こういったね、既得権益、本当に薄暗いなと思いますよね。どんな人間なんだと思うんですよ、ね、その家族は何とも思わないのかと思っちゃいますよね。ということで、結局は買収事件の方に私がね、愚痴るだけの動画になってしまいました。まあ、オリンピックはね、そこまでやんなくてもいいんじゃないですか、うん、で早くね、決めてあげないと。アスリートの方も3ヶ月を目指して練習してるわけじゃないですか。それこそ去年の段階で安倍総理も延期みたいないい加減なこと言うんじゃなくてね、中止って言うべきだったんですよ。それで全部すっきりですよ。オリンピック委員会で働く人も、まあ月給なくなっちゃいますけどもね、そんなてめえの銭に心配してるわけで場合じゃないですよ。転職活動してください。というところで本日は以上でございます。